ブラッドリー・デビッド・オースマスは、アメリカ合衆国コネチカット州、ニューヘイブン出身の元プロ野球選手、監督、ウトウミギウチ。1987年の MLB ドラフト48巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名を受ける。もともとドラフト前にアイビーリーグ所属のダートマス大学への進学を表明しており、交渉当初も入団拒否の意向だったが、 マイナーリーグに所属しつつ大学に通うという条件で契約し入団。後に同大学卒業まで果たした。1992年11月17日にチームの新球団創設に伴うエクスパンションドラフト3巡目でコロラドロッキーズに指名され移籍。1993年7月26日にアンディアシュビー、ダグボックラーとのトレードで 他に選手と共にサンディエゴパドレスへ移籍。同年7月28日にメジャーデビューを果たす。1996年6月18日に、クリス・ゴメス、ジョン・フラハーティとのトレードで、他に選手と共にデトロイト・タイガースへ移籍。1996年12月10日に、トッド・ジョーンズ、オーランド・ミラー、ブライアン・ハンター、 ラグ・ブロケールとのトレードで、金銭と他タヨン選手と共にヒューストン・アストロズへ移籍。1999年1月14日に、ポール・バコラゴ選手とのトレードで、前述のニコースキーと共に、フルス・タイガースへ移籍。同年は、オールスターに初選出された。自身初めて規定打席に到達し、打率、275.9本塁が、54打点などの、キャリア最高と言える。 打撃成績を残した。2000年11月11日に、ロジャー・セデーニョ、クリス・ホルト、ミッチメルスキーとのトレードで、他に選手と共に、フルスアストロズへ移籍。復帰初年度の2001年のスプリングトレーニングでは、若手投手陣から、ザメサイアとからかい半分でニックネームをつけられたが、前年崩壊した投手陣を立て直して、ポストシーズン進出につなげるなど本当に、 救世主となった。また、そのリードとリーグ2位の盗塁阻止率47.7%を記録したことが評価され、初のゴールドグラブ賞に輝いた。保守として150試合を守ったのは、MLB 史上19人目で、現在までのところ最後の記録である。2005年は、失策を前年の5つの半数以下となる一つに抑え、 トールイソシ率も前年の26.4%から31.6%に戻すなど、持ち前の攻守と地形の強さを披露。本職の保守以外にも、メジャー昇格後初となる二類種、遊撃手としても各1イニングずつプレーし、器用さも伺わせた。ちなみに、遊撃手では閉殺に絡むなど、二度の打球処理の機会があったものの、 二類種では一度も打球処理の機会がなかった。また、打撃面でも2000年のタイガース在籍時以来、5年ぶりとなる出塁率350以上、5 0支給以上をマークし、講師ともにチームを支えた。2006年は5月11日時点でナリーグ2位の打率341と出だしは好調であった。しかし、 6月下旬から7月初旬にかけて40打席連続無安打という不名誉なチーム記録を受立するなど大不振に陥ってしまった。またト盗塁ソ指率も22.1%と低調な数字に終わった。2009年1月26日、ロサンゼルスドジャースと100万ドル出来高35万ドルで1年契約。2010年10月3日、シーズン最終戦で引退した。 2012年には第3回 WBC 予選のイスラエル代表の監督に就任することが決まった。2013年11月3日に優待したジムリーランドの公認としてタイガースの監督に就任することが発表された。2017年9月22日、球団から2018年シーズンの監督契約を更新する意思がないことが通告された。 2017年シーズン終了後より、ロサンゼルス・エンゼルスの GM 特別補佐に就任した。2018年10月22日に、エンゼルスの監督に3年契約で就任した。2019年、監督就任1年目で72勝90敗と大きく負け越し、チームとして20年ぶりに90敗を喫するという屈辱となった。オースマスとは、 あと2年の監督契約を残していたが、球団は9月30日に解任したことを発表した。ありがとうございます。